皆様、こんにちは。えー、この動画では昭和女子大学の特色についてお話をいたします、えー。昭和女子大学アドミッション部長の松田忍です。最初に、えー、昭和女子大学のキャンパスの魅力についてお話し,します。世田谷キャンパスが立地しているのは渋谷から田園都市線で5分の三軒茶屋。非常にいい立地となっております。また4年間一貫して同じキャンパスで学ぶことができ、 1>, 1年生から4年生まで学年を超えたプロジェクト活動やサークル活動を容易に行うことができます。そして同じキャンパス内にテンプル大学ジャパンキャンパス通称 TUJ があります。アメリカの教育制度に基づいて作られたアメリカの大学である TUJ とは協定を結んでおりまして、世田谷にいながらにしてグローバルな学びが可能となっております。キャンパスの写真を見てみましょう。 下ヶ谷キャンパスは8万6千平方メートルの敷地に10号館までの建物がゆったりと建てられており、学内の泉には春になると鴨が飛来して、ひなを返すような緑豊かなキャンパスです。また、学生たちの自由なグループワークを促進する自習スペースも各所に設けられています。ラーニングコモンズ、昭和デジタルスクエア、そして大学図書館のワークスペース、さらには学内のカフェ3ではおしゃべりしながら、 事業の合間の時間をゆっくりと過ごすことができますさらに昭和女子大学には30年以上の歴史を持った昭和ボストンキャンパスがあります、えー、ハーバード大学など世界有数の大学がある落ち着いた学術都市ボストンその近郊に建て設けられたキャンパスはどの学科であっても短期留学長期留学をすることが可能になっておりますここからは進化し続ける昭和女子大学について見ていきます 大学案内の6ページ、7ページには変わるを変えないと力強く歌っています。社会やへ世界が変化するスピードに合わせて昭和女子大学は進化し続けることを絶対にやめないとの強いメッセージを込めております。進化に対する昭和女子大学の強い思いを事実でもって確認します。まず15年ほど前に遡りましょう。2008年頃の昭和女子大学は3つの学部と8つの学科を持つ ごく一般的な女子、小さな女子体でした。そこから私たちは大きなチャレンジを始めます。まず2009年度には国際学科、それから健康デザイン学科を設置。2013年度にはグローバルビジネス学部、ビジネスデザイン学科を設置。2017年度には国際学部を設置して、英語コミュニケーション学科、国際学科を独立させるとともに、食安全マネジメント学科を設置します。 そして2018年度には会計ファイナンス学科、えー。さらには2020年度には環境デザイン学科を独立させて環境デザイン学部を設置します。そして生活科学部を食健康科学部と、えー、名称変更しております。さらには、これは現在の高校3年生が受験できる学科ということになりますが、2025年度からは国際教養学科。 それから国際日本学科を設置することを予定しております。そしてこれは高校2年生が受験生できる学科として設置構想中でございますが、2026年度からは総合上位法学部、データサイエンス学科、そしてデジタルイノベーション学科、こちらを設置構想中となっております。この非常に大きな改革というものを私たちは女性たちが活躍できるフィールドというものをもっともっと広げたいとの思いで突き進んできました。 その間、もちろん、教職員の入れ替えっていうのはあったわけなんですけれども、世の光になろうの見学の精神のバトンを受け継いで、こうした改革を遂げてきたと言えるかと思います。変わるを変えないに込めた私たちの決意表明、社会で活躍する人物を教育し続ける私たちのミッションをこれからも続けていくと、皆様に対してお約束をいたします。 さて、大学案内34ページ以降をご覧いただきながら、新しくできる学科の簡単な解説をいたします。まず、国際教養学科は A にあります通り、国際社会で活躍できる確かな英語力の育成を主眼、教育目的とする学科でございます。そして B であります通り、環境、平和、ビジネスといったキーワードを含めたリベラルアーツ教育を徹底します。そして、教育手法としては C。 少人数クラスを徹底して実現し、そして教育目標を実現するためには D、4年間の在学中に最大2年間の留学を可能としました。次に国際日本学科です。国際日本学科の教育目標は A、日本のカルチャーをもっと世界へと歌っております。そして教育内容としては B にあるようにジャパンスタディーズ異文化理解、日本文化、 漫画やアニメ、さらには観光といった諸分野の科目を設置しています。そして C、昭和ボストンに長期留学し、えー、異文化の体験を必須とすると必須と,すると,ともに、えー、身につけた学知を実践に活かすべく、D、充実したインターンシップ制度を採用している点が特徴となっております。えー、具体的な科目群は E をご覧くださいませ。 続きまして、2026年度から設置を目指しております、総合情報学部でございます。現在の2年生からが、高校2年生からが受験できるように構想しております。ビッグデータを扱う専門的な学知を身につけるデータサイエンス学科と、社会における DX イノベーションを総合的に実現する力を持った人物、これを育成するデジタルイノベーション学科を併設予定でございます。<laughs> 来年度にはさらに詳しい情報をお出しできると思いますのでご期待してお待ちください。ここからは大学案内に沿いながら充実した昭和女子大学の教育プログラムについてご説明いたします。昭和女子大学のプログラムの強み一つ目はグローバルエデュケーションでございます。約10年前には8大学であった協定校数は現在 A53 大学と急速に拡張させてまいりました。 さらに国際計画部で実施しております WD グリープログラムはただ制度があるだけでは意味がないと私たちは考えております。実際にプログラムを完遂して2つの大学の学位を取得して卒業した卒業生の数は現在93名となっております。ただ制度を作って終わりではなく本気で学生をサポートして応援していく私たちの取り組みというものをこの数字に感じ取っていただければ幸いです。そして C。 冒頭述べたように、テンプル大学ジャパンキャンパスとの提携は様々な分野で広がっています。留学へ行く前の準備教育や、留学後語学力をさらに伸ばすためのアフターケア、さらには国際系学科以外での提携など、世田谷にいながらにしてのグローバルな学びの環境ということを最大限に皆様は活用することができます。そして D、昭和ボストンは全ての学科が短期留学、長期留学で利用することができます。 管理栄養学科や健康デザイン学科といった栄養系の資格養成系学科では通常、長期留学をすると4年間で卒業することは難しかったりするんですけれども、本学は昭和ボストンというのが本格キャンパスであるとの強みを生かして4年間で卒業することが可能となっております。次のスライドには WDG プログラムの提携校をまとめました。いずれも世界ランキング上位校であり、本学の上位、えー 海外での豊かな学びが約束されています。昭和女子大学のプログラムの強み2つ目は、プロジェクトベースドラーニングです。様々な学科の学生が協働することで、社会での活躍に備える学科横断型プロジェクトと、特定学科に開かれ、学科の専門に紐づけられた学知をさらに伸ばすことができるプロジェクト、この2種類を用意しております。右上をご覧ください。 えー、総プロジェクト数は145ありますが、そのうち学科横断型のプロジェクトは27種類あります。その学科横断型プロジェクトで学ぶ学生は195名でございまして、こちらは学問分野を超えて連携する学びというものを実現しております。ここにも、えー、制度を作って作りっぱなしにしない、えー、学生たちに制度を利用してもらう、えー、そのためのサポートをする昭和土大学の特徴というのを感じ取ってください。 そして、学科を段型たプロジェクトの例として挙げたのが、左側の赤囲み、タンザニア桜女子中学校支援プロジェクトです。タンザニアの女子教育を支援するために始まったこのプロジェクトでは、先方の生徒と本学学生とのオンライン交流だけではなく、本学にタンザニアの生徒を招くこともしておりまして、真の国際理解教育を推し進めております。また、学科に紐付けられたプロジェクトの例が右側のプロジェクトです。 株式会社村越聖光様との産学共同プロジェクトで、デザイン力を磨きながら新製品を開発する一連の流れを学生たちは実地に学んでいます。ちなみに私自身もプロジェクトの顧問をしております赤を、えー。赤の枠をつけた戦後資料を後世について伝えるプロジェクトです。 10年以上をかけて整理してきた広島長崎の被爆者たちが残したえ運動に関わる歴史資料これを分析して共同研究することをやっておりますえ、この戦後史プロジェクトには多大学からも多くの学生が参加してきました一例を挙げると明治学院大学お茶の水女子大学学習院大学東京大学立正大学東京外語大学などです 多大学からの参加学生が一応に口にするのは学生と教員が共同研究していくプロジェクト、本学のプロジェクトの仕組み自体の斬新さ、活期性でございます。ぜひ皆様も昭和女子大学のプロジェクトで学外の人々と共同して成果を出していく実践的な力を身につけてください。昭和女子大学のプログラムの強み、3つ目はジェネラルエデュケーションです。どの学科に進学したとしても ここに挙げた教育プログラムを受けることができます。まず左側です。データサイエンス副専攻プログラム。私たちはデータサイエンスのスキルは新時代の読み書き、そろばんといった必須スキルだと思っています。ですので、どの学科の学生にも学びのチャンスを提供すべきだとして全学で設置しています。データサイエンスの仕組みを学ぶ入門授業から始まり、エクセルを経て最終的には Python を駆使して、 s でつけることは昭和グローバルリベラルアーツプログラムの略称です。どの学科に所属してもグローバル社会で求められる語学力、知識、スキル、マインドを高める一連の科目をクリアしすれば s グラップ認証を大学から出す仕組みを整えています。また同様にリーダーシップ教育認証プログラムもあります。 リーダーシップの理論と実践を身につける授業科目をクリアした場合、認定を出すことで、認定証を出すことで、次世代リーダーの育成に努めています。昭和女子大学のプログラムの強み4つ目は、充実したキャリアデザインサポートになります。実就職率は直近で94.9%と、全国トップクラスの高い数字を維持しております。その根底にあるのは、学生一人一人を決して見放さない。 充実したサポート体制でございます。面接サポートの実施件数は8307件に上っておりまして、本学の1学年が1500人強であることを考えると、非常に充実した手厚いサポートがなされていることがわかるかと存じます。また、中央にございますように、キャリア支援体制は1年次から4年次まで、それぞれの段階に応じて学生自らがキャリアデザインを考え、準備していくための機会が用意されています。<laughs> 次に、本学が他大学に先駆けて設置したのが社会人メンター生徒です。本学出身者のみならず、社会で活躍する360名もの女性の皆様が、メンター、つまり導き手として登録してくださっています。学生たちは、アドバイスを求めたいメンター,メンターを自ら検索して、いつでも助言を受けることができます。最後に、私たちの取り組みに対する社会からの評価の一端をお示します。 大学通信様が、えー、進路指導教員を対象に行った2023年、進路指導教員が評価する大学調査で、現時点5冠を達成していますい。具体的に申しますと、グローバル教育に力を入れている大学、女子大学編1改革力が高い大学、女子大学編1入学後、生徒を伸ばしてくれる大学、女子大学編1面倒見が良い大学、女子大学編1 就職に力を入れている大学、女子大学編1位となっております。こうした社会からの評価は、えー、数年のタイムラグがあって出てくることだと思っております。えー、過去、私たちが取り組んできたことが高く評価されることは大変ありがたかく思っている一方で、数年後、さらには10年後もそう認識していただけるように、気を緩めることなく、変わるを変えないをモットーにして、昭和女子大学は走り続けてまいります。最後にオープンキャンパスのお知らせです。 6月、7月、8月とこちらに書かれた日程で開催いたします。事前エントリー制となっております。この動画をお聞きになってご関心を持たれた皆様は、ぜひ昭和女子大学の緑豊かなキャンパスまでお運びくださいませ。本日はご清聴ありがとうございました。昭和女子大学でお待ちいたしております。